演歌歌手の石原淳子、石原淳子さん、結婚をして夫や子供と暮らしているのでしょうか。今も独身を貫いていて飼い猫を溺愛していることなどについてお伝えしていきます。石原淳子のプロフィール、本名石原悦子、石原悦子、生年月日、1968年1月12日。出身地岐阜県池田町。最終学歴岐阜県揖斐高校卒業。所属事務所石原音楽事務所。牧師、石原淳子は結婚していない。石原淳子に夫がいたことはない。石原淳子には子供もいない。石原淳子は独身でも楽しそう。石原淳子は結婚していない。美人演歌歌手として知られる石原淳子さん。詩人の師範代なども持っている多彩な方です。18歳の頃に岐阜県から上京をし苦労をしながら演歌の道を目指したと言います。20歳でデビューして、試行錯誤を繰り返し31歳の時にリリースした2連作で大ヒット。その後多くのヒット曲を出しています。2024年現在は50代の石原さんですが、プライベートはどうなっているのでしょうか。ネット上では石原さんが結婚しているかどうかという投稿を目にします。あまりプライベートなことを明かしていないようですが、実際のところはどうなのかを調べていってみましょう。石原さんが結婚をしているかどうかということですが、結婚はしておらず独身でした。これまでにも結婚をした経験もありません。これほどまでに容姿端麗なので、周りが放っておくはずがないですよね。石原さんとの結婚を望むファンの声も聞かれますね。では、これまでに交際が噂になったりスクープされたりしたことはないのでしょうか。調べてみたのですが、ノースキャンダルでここまで来たようです。彼氏が今までいなかったとは考えにくいので、バレずに交際をしていたのかもしれませんね。では、石原さんに結婚願望などはないのでしょうか。1995年当時27歳の時に石原さんは両親を相次いで亡くしています。その頃はシングル、夕霧海峡が20万枚超えという大ヒットを出した時でした。両親が亡くなる前までは演歌歌手で大成しなかった時は実家に戻ればいいというどこか甘い考えを持っていたと言いますが、両親の死を機にその考えは一転。帰る場所がなくなったことを実感したそうです。そうなってしまった以上は絶対に自分の力で稼いで生きていかなくてはいけないということですよね。当時の27歳といえば結婚適齢期。しかし、その時期は彼女にとって人生の踏ん張り時だったのかもしれません。立て続けにヒット曲にも恵まれました。仕事が忙しすぎて恋愛や結婚どころではなかったのかもしれませんね。石原さんと仲の良い演歌歌手も結婚をしていない方が多くいます。彼女は2024年現在は双葉百合子さんを支持。同じ門下生には坂本冬美、坂本冬美さん、藤あや子さん、島津亜矢さんもいてこのメンバーで双葉組を結成しています。双葉組は定期的に集まるほどの仲だと言いますが、この中で結婚をしているのは藤あや子さんだけ。坂本さんが先に嫁に行ってくれないと嫁にはいけないなどといった裏話などが面白おかしく明かされています。石原さんは売れている演歌歌手でビジュアルも性格もいい。高嶺の花すぎて世の男性は近寄りがたいのかもしれませんね。
石原純子に夫がいたことはない。石原純子さんは2024年現在は独身です。過去に結婚をしたという情報もありませんのでずっと独身。ですので、夫はいません。週刊誌などにも交際などがスクープされたことがなく、私生活はベールに包まれています。幼少期から父親に厳しく育てられていて、父親の言う通りに過ごしていたという石原さん。結婚相手も父親に決められてしまうのではないかと思うほどのしつけだったと言います。もちろんこれは父親が厳しいということを例えた話なので実際にはそういうことはありませんでした。1995年石原さんが27歳の時に父親は他界。当時の石原さんはすでに大人ですので、何でも自分で決められる年齢ではありました。ですが、やはり父親が亡くなってしまったということで結婚を後押しする人がいなくなってしまったのも、結婚をしていないことに関係しているのはないかと推測します。石原純子には子供もいない。石原純子さんは独身です。過去にも結婚はしていませんので、子供はいないものと考えられます。2024年現在は56歳です。これから結婚をしたとしても子供を産み育てるということは考えにくいのではないでしょうか。石原純子は独身でも楽しそう。石原純子さんは過去にも結婚歴などはなくずっと独身を貫いています。こんなに美しい人が今まで独身でいるなんて世の男性は何をしているのでしょうか。石原さんの理想がとてつもなく高いのか、出会いがなかったのか、理由は全くわかりません。2024年現在は56歳、一人暮らしだとすると寂しくはないのでしょうか。調べてみたところ、石原さんは独身でも楽しく生活をされていることが判明しました。石原さんは一人暮らしですが、ペットの猫3匹と生活を共にしているようです。しかも、猫を溺愛、自身の YouTube チャンネルや SNS などでかなりの頻度で同居している猫を紹介しています。猫の成長をまとめた YouTube も石原さんの公式 YouTube チャンネルで紹介されています。石原さんはいつから猫を飼い始めたのでしょうか。公式ブログでは2020年6月4日に家族になりますという題名で2匹の猫を飼うことになったことが報告されていました。同級生が飼っていた猫が4匹の子猫を産んだので、2匹を引き取ることになったようです。子猫たちの様子はほぼ毎日ブログに載せているようです。猫の名前は、大豆と、きなこ。石原さんは自身を猫のストーカーと呼んでしまうほど連日猫の写真を撮り、そのためだけに一眼レフカメラを購入しています。コロナ禍の外出が自粛されている時期は猫の存在が心の大きな支えとなっていたのだそうです。猫によって癒されているんですね。そして、2024年現在では猫がもう1匹増えて3匹に。名前は、あずき。ブログには毎回ファンからのコメントもたくさん寄せられています。3匹の猫の存在で石原さんとファンとの距離もぐっと縮まったのではないでしょうか。独身ですが、生活はとても楽しんでいるようです。こんな独身生活もいいですよ。